湯浅義郎1889年の湯浅。イエール大の学友と湯浅義郎昭和18年2月4日は、明治から昭和戦中期にかけての聖書学者、図書館学者、詩人。画号の半月でも知られている。兄は衆議院議員を務めた湯浅次郎。同志社大学、国際キリスト教大学の総長を務めた湯浅八郎は追いにあたる。 上野国薄水郡安中宿にて、味噌醤油醸造業者、有田屋を経営する、湯浅二郎吉、もよの四子として生まれる。明治五年、家業を継いだ兄、二郎が作った、私立図書館、貧乱社の設置を手伝い、後に、同郷の新島城の影響を受けて、兄と共に、キリスト教の洗礼を受けた。明治十年に、新島が京都に創設した。 同志社普通科に入学し、8年後に、同校進学科を卒業する。その後、アメリカに留学して、オーバリン大学、イエール大学で、旧約聖書及び古典ヘブライ語について学び、博士号を収めた。明治24年に帰国後、同志社で、旧約聖書について講義し、明治34年には、京都帝国大学法科、大学講師兼平安教会講師となった。 その後、明治35年にアメリカに再留学して、図書館学について研究する。明治37年に京都府立図書館館長に就任して、新村いずる、今井寛一らと共に、整備途上であった、日本の図書館制度の整備充実にも尽くした。また、三逸の恐れがあった、古文書などの収集や浅井忠の、 20日会の支援事業など図書館を中心とした文化事業の振興にも当たった。しかし、対象デモクラシーに伴う読書への関心の高まりの中で民衆が希望する図書購入が行われていない、多くの公立図書館が廃止しつつある閲覧料を徴収している一般民衆への考え貸し出しを禁じているとの批判が 不議会や新聞から出され、大正5年5月3日に辞任に追い込まれることになる。また、旧約聖書の日本語訳や、閉曲琵琶演奏の普及、詩集、十二の石塚、評論、書画願物語の観光など様々な活動において、業績を残した。皮肉にも閲覧料の廃止や、考え貸し出しは湯浅が紹介したものであったが、一方で、湯浅個人は、 図書館員の官僚的な思考が強い日本では、アメリカのような公共図書館の運営は無理だという考え方の持ち主であり、同時に図書館の質の維持のために会員制図書館を理想としていた。このために、彼の図書館運営は、理念と実践で、ブレが生じ、これが批判を強める一因になったと言われている。閉局の一流。 旗の流最後の兼業であった藤村生前の門人であり、半月による演奏が現在も音源として残されており、CD 化もされている。半月は免許改伝を得られるほど調達できずに、旗の流は1911年の藤村の死で途絶えており、同流をうかがい知り得るのはこの音源のみである。ありがとうございます。